こんにちは、吉谷さん。やっぱ後悔ってやったことじゃなくてやらなかったことにより多く深く残るのかなと思いますよね。例えば中学生の頃、あのマドンナに告白しなかったこと、これね、告白して当たって砕けていたとしてもそれはすごくいい思い出になったと思いますけども、何もできなかった自分に対してね、なんか喝を入れたいですね。まあ12歳13歳の頃って、まあ、ちょっとねクラスメートとかで、あ、素敵だな、可愛いなって女の子いると思うんですけども、なかなか勇気が出なくてね、振られたらどうしようとかね、気まずくならないかなと、でうまくいったところでどうしようみたいなことがあって躊躇しちゃうんですよね。いやー、ほろ苦いですね。あの時挑戦しなかった自分っていうのに、もしね戻れるんだったら即告白ですね。もう今の知性と能力を持って全身全霊でね、もう結構うまくいくんじゃないかなって今だったら自信がありますね。で他にもいろんな挑戦があります。例えば東京大学の受験ってのをやっといてもよかったなと思いますね。いや、東大受けたんだけど落ちちゃってさって言えるような人生があるのか、それとも受けもしなかったのかね、大きく違いますよね。いや、今からでも受けようかな、私ね。一応ね、慶応大学の方は行こうかなと思ってるんですけどね。いくつになっても挑戦、死ぬギリギリまで挑戦、逆に挑戦しなくなったらそれは生きていても死んだようなもんだと私は自分に課してますね。またですんでね、いろんなことに好奇心を持って、40過ぎてネットビジネスいいじゃないですか、ね、45歳から FX いいじゃないですかね。吉谷さん、だいぶ人生出遅れましたけども、それでもね十分取り戻すことができたんじゃないかなと思います。いや、十分私取り戻したと思いますよ。でさらにね、さらに加速をつけて新しい挑戦をね、もうこの身を砕く勢いでやっていこうかと思います。まさかね、私がねネットワークビジネスで一山気づくとも思ってなかったですからね。そっちの方もまあまあうまくいったかなと。訪問販売もそうですよ。私あらゆるビジネスやったんじゃないかなと思います。そしてあらゆるビジネスで成果を残したと思います。なんかねやりきった感はありますね。でもやりきったところからまだまだやるべきことが見えてきたってところなんで、これからもねこの挑戦は続けていこうと思います。次はだからオーディションです。今日 LINE オーディションですよ。 LINE で歌います。こんにちは、速稼塾の久保です、ということでね、今日も頑張っていきましょう。皆さんもね新しい挑戦してみてはいかがでしょうか。それではいってらっしゃい。